たしました。これより記者会見を始めさせていただきます。もともとはですね、昨シーズンから、我々アイスバックスは、世界展開ということで海外の、2チーム1チームが、ニューヨークアイランダース NHL 所属しているニューヨークアイランダースと、フィンランドの一部リーグに所属します、イルベスの2チームと、業務提携を結んでおります。で、寺尾優里も昨シーズンニューヨークアイランダースのルーキーキャンプに、参加しております。その中でですね、非常に、寺尾が、ニューヨークアイランダースのルーキーキャンプの中で、高い評価を受けまして、今シーズン7月にまた同じキャンプが行われたんですけども、今回は、向こうからの指名ということで、寺尾が参加しております。そういった経緯の中で、寺尾がですね、高い評価を受け、先方の、ニューヨークアイランダースの、コーチ陣含め、関連する、チームからぜひ北米でプレーをしないかという話がございました。寺尾優里が、アイランダースの、コーチ陣と、非常によく話をあったんですけども、まずは年齢的に、まだ20歳ということで、アメリカの、ジュニアリーグに調整するのが彼のキャリアによっていいんではないかというようなアドバイスを受けまして、このような挑戦をする引退だった経緯でございます。今回海外にチャレンジすることですごくワクワクしています。大好きなアイスホッケーで海外にチャレンジするっていうことなので、結果にはこだわっていい結果を残せるように頑張っていきたいと思います。応援します。幼稚園ぐらいですかねからもう海外でアイスホッケーをやりたいとずっと言ってきてて、で今日行くっていうのはすごいワクワクしてます。ワクワクしてるんですけど、不安も大きいので、今なんですかね、もうワクワクと不安がもうぐちゃぐちゃなのでとりあえず向こう行かないと、向こう行って気持ちを整理して一から頑張っていきたいと思ってます。見ての通り体がすごい小さいので、体を生かしたプレー、あと細かいプレーが得意なので、そういったプレーはルーキーキャンプですごい通用したの で、このオフシーズンはそこもすごい長所として伸ばしてきたので、そこを見せていきたいと思ってます。そうですね、僕の中ではできる限りチャレンジしたいとは思ってます。そうですね、5年以内にはちゃんと明確な結果を残したいとは思ってます。そうですね、いきなりこの USHL から NHL に行くってすごい難しいことなので、その間にたくさんリーグがあるので、結果を残して一つ一つリーグも上げていき、最終的には NHL にドラフトされたり NHL に入団したり、そういうのが目標です。そうですね、去年、途中で足も怪我してしまって、すごい申し訳ない気持ちでいました。で、僕の中では結構不完全燃焼で去年終わってしまった中で、こういう海外挑戦をするのに温かく見送ってくれるってことで、プレーで恩返しじゃないですけど、いいプレーして海外からいい報告もできるように、でいつかはアイスバックスに戻ってまた僕のプレーを見てもらえたらなとは思ってます。そうですね、すごい感謝してます。僕のことすごい大事にしてくれてるっていうのも伝わってますので、やっぱりプレーで返すしかないと思ってます。はい、バックス TV のおちょっとバックス TV をご覧の皆さん、こんにちは、寺尾優里です。今回海外にチャレンジすることになりました。不安も大きいですが、ワクワクも大きいです。海外で英語もしっかり勉強してアイスホッケーも頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。ここにちょっとサイン書いていいですか？書いちゃダメ。